はい、えー。今日もよろしくお願いいたします。えー、今日は先般ちょっとリクエストがあったんで、南天房老子という方のお話をしようかと思います。えー、南天房老子というのは、江戸末期に生まれてですね、明治大正という時代を活躍された強烈なお嬢さんです。で、まあ、本名は中原東樹と言います。で、生まれはですね、佐賀県唐津。 というところで生まれまして以来ちょっとお寺とかそういうところに出入りするようになった、まあ、こうお母さんの死を通してですねいろいろ考えるようになられたようで7歳過ぎてからですねお寺に出入りするようになったそれで11歳の時に平戸の悠光寺というお寺悠っていうのは英雄のようにお香の香に 寺ですね。で、まあ、出家されます。で、まあ、その後ですね、まあ、こう、いろんなところで、まあ、こう、まあ、修行されて、まあ、最終的にはですね、あの、久留米の梅林寺で、羅山王将、羅山老師という方から認められました。それが二十七歳の時だそうです。で、まあ、 普通はですね、ここで終わるんですけど、えー、この桃羅山和尚のですね、まあこう、まあ方針というか、で、まあ、いろんなところを歴史しなさい。歴史にしなきゃいっていろんなところでまた再び修行しなさいと、まあこういうことを言われた。えー、で、まあ、あの、矢田の延福寺とか、まあいろんなところに行きまして、えー、これ今ではとても考えられないんですが、えー、24のまあ修行道場を巡ったと、まあ、いうことです。 で、そのですねあのまあこうまあその家庭でですねある立派な木があったそれでその木を一本譲ってくれとまあ言ってですねその難点を切ってもらってそれをですねまあ使ってですねまあこう修行草をまあこうぶったたいたとまあこういうふうに言われてます。まあ有名な言葉としては「言えるも難点坊言えざるも難点坊」といってまあ修行僧というのをまあこう。 厳しく指導し四条、まあ、無辺誓願度とか言いますけど四条は無辺なれど、まあ、誓って土線というのは救済線ということですねことを願うということでまあこうやられた。でまあこの南天坊さんの名前がですねこう全国にとどろいてですね天下の僧輪を触れ上がらせたと、まあ、こんなふうに言われています。 えー、まあ明治、えー、幕末の頃ですねあの、まあ、こう日本では廃仏棄却というのが起きてですね仏教が劇的にこう廃れていく、えー、そういう中で再びですね禅宗の風を吹かせよう、えー、ということで、まあ、こう一生懸命こう努力されたという方です。で、まあ、相続を合わせて、まあ、この方についたお弟子さんは3,000人と言われています。 有名な方としては乃木将軍とかですねあとは山岡鉄舟さんなんかとも交流を持っていたということです。であの、まあ、この方がやった何よりもすごいことっていうのはですね、えーまあ、こうまあ言うならば道場破りみたいなことをやられてですね25の道場に行ったと言われていますけども、まあ、あのまあそういうことをやってですねあのこう本物の禅僧というのをこう、まあ、こう求めた。 ということです。で、この時代、まあ、あの、非常にこう、学校教育とか、ね、まあ、こういうことは熱心で、まあ、こう臨済宗でも学校を作るという、まあ、こういう話が、こう、いくつもあった。えー、その中で、まあな、学校を作るよりもですね、全道、まあ、座禅をする、お堂を作るべきだと、まあ、こういうことを言い続けた。えー、で、まあ、あとですね、あの本山にですね、え、創唱 帝法というのを進言した、まあ、これはどういうことかというと、まあ、全国の修行道場の死刑をですね本山に呼んで自分が、まあ、本当に悟ってるかどうか確認してやるとでもし本当に悟ってないんだったらもう一度ですね、まあ、修行道場を死刑ってれ々言いますけど先生をですね首にしてもう一度一からこう修行直し,し直してこいと、まあ、こういうことをやろうということをですね、まあ、その時の妙神寺 に言いまます。えーまあこれはですね結局明神寺ではですねこれはまあなんかい,、まあ、いろいろな理由があったんでしょうけどまあ、採用されなかったとまあ、いうことなんですけどもう我々から見ると非常にもう恐ろしいというかですね我々はもうおっしゃを探してでも非常にこうビビってるのですよね。それをですね全国のまあそういう人たちに対してですね自分が相手してやろうとまあ、こういう気概を持った方ですね。まあこうい 全然今では考えられないというようなことです。実際に今の時代ですね、まあ一人のお人ささについて、まあ、10年、20年という間修行してですね、まあそれでまあ終わるっていうのは、まあ、今現在の形です。この当時にですね、24の道場に行ったなんていうのはですね、もう驚異的、この時代でも驚異的ですし、あのー、まあ今では全くそんなことは考えられない、まあそういう,、まあ、こ,うことをされた。 で,すであのまあこの方だと面白いのはですね、まあ、この時代は珍しいと思うんですけど生前葬生きているうちに葬式をやったんです有名なお寺、まあ、こういうところからまあ人を呼んでですねお、まあ、葬式を大々的にやったということです。でまあこの方はまあ非常にお酒飲みだったと、まあ、いうことですけどその間ですね徳山の大乗寺とかです、ね、松島の随岸寺松島の随岸寺は結構有名ですけどで西宮の開成寺と。 というところで住職されました、まあ、最終的には西宮の開成寺で亡くなり開成この時代あのまあこう二大巨匠っていうんですかねと言われているのはですねあの鎌倉の釈宗円老師ですね釈宗円老師はですねあの鎌倉建長寺遠覚寺両方の官庁をされたという方で非常にもう,こうなんていうか教養あふれる方です で,すあので禅の近代思想家とかですね国際化、まあ外国語にまで禅を広めるということで、えー、国際化の普及ということに努められました。えー、対して、えー、南天望老氏はですねあのどっちかというと白隠以来のです、ね、伝統と、えー、こういうものをこう強くこう推し進められた、まあ、そういう浪士、まあ、さんだと、まあ、いうことです。 で,すで、夏目漱石はですね、この南天坊に入って、ってビビってしまってですね、で、まあ、鎌倉の遠隔寺の、まあ、釈葬遠老師のもとに行ったと、まあ、いう話も残っています。それからまあ、この関係した方として、平塚来鳥 女性の方ですけど「原始女性は太陽であった」という本が有名ですがこの本の中で南天望老のの後半生の記載があるということです、まあ、こんな前奏も昔はいた、まあ、こういう、まあ、豪傑というか、まあ、そういう方がいらっしゃったと、まあ、いうことです。どこの時代もですねあの今の時代ですねやっぱこう平和なんで、まあ、こういう方はなかなか生まれないのかなと。 え思いますけどまた日本がまた危機的に状況になるとまあ、こういう豪傑が生まれるのかななんていうふうに思っていますえ今日はちょっとまあそんなことでえ南天坊老子というのの紹介をさせていただきましたどうもありがとうございました